こんにちは。今日も海外で話題となっている日本に関する出来事をご紹介していきます。スペインでは昔からうなぎの稚魚をオリーブオイルで炒めた料理が人気の一品として有名です。ただ本物のうなぎの稚魚は価格がとても高いので、なかなか手に入らないと嘆く人が大勢いました。ところが最近は魚のすり身を加工してうなぎの稚魚のようにしたグーラと呼ばれる商品が大ヒットしています。このグーラ、実は日本の技術を使って開発されたものでした。魚を加工してすり身にし、かまぼこやカニカマを作る技術を応用しグーラを開発したのです。本物を原料にするのではなく、他のものを活用することで値段を抑える加工は日本だけにとどまらず、世界中で行われているのです。日本にはそんな加工食品が多くありますが、その中でも約50年前から多くの人に愛されてきたカニカマがあります。値段が安い上に、味、食感、見た目が本物のカニにそっくりで、食べた時には本物を食べたのではと錯覚してしまうほどです。カニは美味しく、好きな方も多いのではないでしょうか。しかし高価なため、普段からお腹いっぱいカニを食べるというのは難しく、たまのごちそうといった形で食べることが多いかと思います。そんなカニを食べた気分にさせてくれるのがカニカマでした。商品のパッケージを見るとわかりますが、主原料は味に癖や臭みのない白身魚のすり身です。スケトウダラが主に使われますが、他にもイトヨリダイ、エソと呼ばれる魚などが使われます。そこにさらにカニエキス、塩、でんぷん、卵白などが加えられています。この日本生まれのカニカマ、今では世界中に広まっていますが、ある投稿でカニカマの原材料が実はカニではなく魚であることが改めて紹介されました。ところがカニカマの原料が魚だという事実を知らなかった人がほとんどだったようで、コメント欄が驚きの声であふれていました。外国人の反応の一部をまとめましたので、早速ご覧ください。なるほどね、偽物だからカニの味がしなかったのか。オーストラリアのほとんどの人は本物のカニだと信じて食べているよ。経済的な理由で本物のカニが食べられないような俺みたいな人間には最高の食べ物だわ。カニカマが実は魚だったなんて面白い。友達が揚げたカニカマを料理して出してくれたことがあったけれど、あれは本当に美味しかったな。偽物のカニを作ってしまっていたとは、その発想はなかったな。美味しいから俺は今後も買い続けるけれど、今までとは違った目でやつを見ることにはなるな。今やコンビニやスーパーなどで必ず売られているカニ風味かまぼこカニカマですが、昭和47年に日本で初めて作られたと言われています。カニカマの誕生については諸説ありますが、人工クラゲの開発をしていた時にそれを刻んでみたところ、食感がカニ肉によく似ているということで、そこからカニカマの開発をするようになったという説が有力のようです。食感だけでなく味や見た目も本物のカニを再現したカニカマは、インスタントラーメンやレトルトカレーと並ぶ戦後の食品三大発明の一つに数えられるほどです。本物のカニと比べると驚くほど値段が安いカニカマですが、ほとんどのカニカマには本物のカニ肉は入っていません。カニの風味を出すためにカニの殻や身などから抽出した成分や食塩などを合わせたカニエキスを加えてカニっぽさを出しています。さらにカニらしい見た目の赤を出すのにパプリカ色素などが使われています。そんなカニカマは今日本を飛び出し、世界でも多くの人に消費されるようになりました。日本を含む世界中のカニカマ消費量は推定年間50万トンを超えると言われていますが、意外なことにヨーロッパ地域での消費量がかなり多いようです。全世界の消費量50万トンのうち、ヨーロッパ全体が15万トンも消費していますが、
中でもフランスの消費量は年間5万トンになります。第2位はアメリカの6万トンで、第3位は日本の5万トンとなっています。カニカマと似たものとしてかまぼこが連想されますが、日本で消費されるかまぼこの総量と同じくらいのカニカマがフランスでは消費されているとのこと。カニカマはそれほどフランス人の間ではメジャーなものとなっているようで、フランスではすり身と呼ばれ多くの人に親しまれていました。なおアメリカではクラブスティック、イミテーションクラブミートなどと呼ばれています。さらにフランスのカニカマは独自の進化を続けており、日本のような赤い身ではなくオレンジ色をしているものもあるとのことでした。フランス沿岸で獲れるワタリガニが茹でると赤ではなくオレンジの色になるので、それに合わせてフランスのカニカマも作られているようです。さてカニカマがこれほどまで世界で食べられるようになったのにはいくつか理由がありました。まずカニ資源が減少しており、価格が上がっていることが大きな原因となっています。日本食や寿司ブーム、また健康ブームなどからカニの消費量は増えていたので、そのカニに代わるものということでカニカマが注目されるようになったのです。さらに水産資源や地球環境を守るという観点からも注目を集めました。またカニアレルギーのある人も心配なく食べられることが歓迎されている理由の一つのようです。カニは高価でお金持ちの食べ物というイメージがあり、なかなか手を出せなかった人でもカニカマが出てきたことで身近なものとなっていったのです。しかも本物のカニは殻から身を剥がす必要があるため調理に手間がかかりますが、カニカマになるとその必要はなく料理にも使いやすいようです。さらに薄味なので自分の好きなように味付けができるというところも高い評価を得ており、アレンジ料理が料理サイトでも多数紹介されています。このように人気のあるカニカマですが、主原料がカニではないことに衝撃を受けた外国人が多く、さまざまな意見が寄せられました。この投稿にはさらに多くのコメントが寄せられていました。声をご紹介していきましょう。海外の反応。やっぱり偽物だったんだね。前に友達にはカニカマは本物のカニではないって話をしたけれど、全く信じてくれなかったんだよ。美味しいし本物のカニを守れるし最高じゃん。俺はずっとこいつのことを謎肉と呼んでいたよ。私の舌と脳は美味しいと判断しているみたい。でも何よりカニカマはいろんな料理に使えるのがいい。偽物だろうと中身が何だろうと気にしない。だって美味しいんだもん。私は本物のカニじゃないことは知っていたよ。その上で酢につけたカニカマをおやつ感覚で食べてる。カニカマとマヨネーズの組み合わせは最高にうまいぞ。確かに本物のカニとは味が違うね。ただごめん、それでも私は本当にカニカマが大好き。シーフード界のチキンマックナゲットみたいなもの。 B 級も B 級だけど食べると幸せなの。え、カニカマって偽物だったの？それでも俺はカニカマが大好きだけどね。単純に美味しいから。値段が高くないしサステナブルだ。本物のカニよりは栄養価が低いかもしれないけれど、赤身肉よりは脂質の面で健康的だよ。温めても冷たくてもいけるから用途も広い。基本的には魚肉なんだよね。でもサラダに入れるとかなり美味しいから重宝してる。ちなみに日本人がすり身を開発したのは12世紀。魚をすりつぶして塩漬けにするんだけど、余った魚を保存する目的で生まれたんだ。そして1960年代には日本の科学者が砂糖を加えることでさらに寿命が長くなって冷凍保存ができることも発見したんだよ。つまりカニカマは魚なんだよね。だけど美味しいから別にもうどうでもいいや。え、カニカマって偽物だったの？俺は今までずっと騙され続けてたのか。この真実は絶対に知らない方が幸せだった。どうせならカニカマの正体を知らないままでいたかったな。そもそもカニが嫌いな俺は別にカニカマを気に留めたこともなかった。
カニカマは嫌い。私は高くても本物のカニを買う。だって缶詰のカニですら美味しいと思えない。魚が大好きなうちの猫たちですらカニカマを食べようとしないんだけど、我が家の猫は袋を開ける前から飛びついてくるよ。カニカマが大好きなの。偽物だと知った以上もう買うことはない。どれだけ美味しくてもやっぱ本物にはかなわない。私はパス。カニカマはすり身で作られてるの。ちなみにすり身というのは骨を抜いて洗った後、他の材料と組み合わせて加熱してカニのような切り身にした魚肉練り製品のことね。チキンナゲットだって同じようなものだよね。私が許せないのは寿司店でも主役級の使われ方をしてること。それで高い料金を請求してくるんだから。今まで正体は全く知らなかったけど、魚なら全然いい。これからも喜んで食べ続けるよ。カニカマの正体が何であろうと私には関係ない。これからも寿司ロールに使うし、ラーメンに入れるし、ホットドッグの上に散らし続ける。それでも俺はカニカマが大好きだ。最高にうまいよ。カニカマは神から人類に贈られたギフトだ。カニカマがカニではないことを知って衝撃を受けた外国人も多かったようですが、それでもカニカマを食べ続けようと好意的に捉える人もたくさんいました。世界に広まる日本初の食べ物、これからもどんな進化を遂げるのか楽しみですね。さて、外国人たちの反応はいかがでしたでしょうか。よかったら皆さんの意見や感想もぜひ聞かせてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。